南魚沼自動車分解、夏の新潟県湯沢町、関東との県境にある湯沢町には連日猛暑の中でも県内外から数多くの車が走ります。夏は冷却水の温度も上がりやすく、エンジンの負担がかかりオーバーヒートを起こす可能性があります。車に負担がかかる夏こそ冷却水の交換、補充や液漏れのチェック、その他きめ細やかなメンテナンスが必要です。一般車両の他にも除雪車や特殊車両などを春から秋にかけて整備し、厳しい冬に備えています。南魚沼自動車分解には53社の加盟店があり、それぞれが連携して地域を走る車の安全を守っています。南魚沼での車検点検は黄色い看板が目印、南魚沼自動車分解で。